これまでの町議会等のご意見やご議論、加えて国からの要請を実行した結果、文献調査を受け入れる決断に至りました。佐賀県玄海町の脇山慎太郎町長は、今日開かれた町議会の全員協議会で、核のごみの最終処分場選定の第一段階となる文献調査を受け入れる考えを表明しました。玄海町では旅館組合など3団体が出した文献調査を求める請願を先月26日に町議会が採択していました。また今月7日には経済産業省の斉藤健大臣が脇山町長と面会し、文献調査の実施を求めていました。原発が立地する自治体としては初めての文献調査となります。